モンスター、心霊、都市伝説、怖い話、未確認生物、世界の謎。自分だけが体験してしまうかもしれない怖い世界。怖いものや不思議を見ていくよ。危険度は星で表しているからくれぐれも高レベルには。行くなよ。じゃあ、みんな始めさせていただくよ。イギリスで数々の幽霊が出る最強有名幽霊物件。古い屋敷には幽霊が住み着くと古来より言われているよ。イギリスのロンドン中心部にあるメイフェア、4階建てで周辺の建築物同様に美しい景観。しかし、バークレイスクエア50番地にある最上階の屋根裏部屋は幽霊屋敷として有名。一時期は、この物件に限り税金を免除される時期があったことから余計に怖さは増すよ。それは、ごく些細なことだけど精神が物質に影響を与えられることが確認されたよ。過去の記録を遡ると、この部屋に宿泊したり入ったりした人が恐怖により死亡したと記録されているのが数件。始まりは、1859年トーマス・マイヤーズという男性が引っ越して住み始めてから不可解な現象が起こることに。トーマス・マイヤーズ氏は結婚を控えていて、新居にはその準備棟で家具やらを準備していたりしたよ。しかし、ここでトーマス・マイヤーズ氏は女性に振られてしまい結婚は取りやめに。これは普通の出来事でまだ不可解な現象ではないよ。マイヤーズ氏にとっては不幸であることは間違いなく、その後よして人のような暮らしをしていくことに。隣人との接触を断ち、ほぼ屋根裏で閉じこもりの生活をし、最後は正気を失って死んだと言われているよ。その後、この屋根裏を使用した人々は謎の茶色や無色の霧のような形の何かを見たと話しているよ。記録では、男性3人と女性1人が正気を失い、死に至ったと。他にも数々の幽霊伝説があるので紹介させていただこう。当時、ここで働いていた女性メイドが来客用寝具を用意するため、屋根裏へと向かった。その後、屋根裏から叫び声が上がり、他の者が駆けつけるとメイドは倒れていて近寄らせないでと何かに怯えていたよ。メイドは病院に搬送されたが、翌日に死亡したと記録されているよ。このことが起こった後だったが、屋根裏に宿泊する予定の男性はそのまま、屋根裏に宿泊することにしたとのこと。男性が部屋に入り、30分後にはとても後悔する事件が発生。屋根裏から再び叫び声と銃声が鳴り響き、部屋に駆けつけると、恐怖に引きつった顔の男性の死体が。この話が有名になり、ある男性が宿泊を志願。ショットガンで武装してから。夜、男性は自分に迫ってくる幽霊を見たと証言。ショットガンを発砲し、何かものすごいものが落ちた音が聞こえたと話したよ。しかし、朝になって調査するとショットガンの空の薬莢のみがあり原因は不明。この屋根裏部屋に二人の船員が寝床を求めて忍び入りこっそり一晩泊まる気だったらしいよ。真夜中に階段を上がってくる音が聞こえて船員二人は見つかったかと思ってビクビクしていたよ。そしてドアがゆっくりと開かれると巨大な口を開けた形のない何者かがいた。部屋に入ってきた謎の怪物に二人はパニックになり、一人は窓際、一人は怪物を避けて建物の外に。逃げた船員は、仲間が気になり仕方なく警察を引き連れ屋根裏に戻ることにしたよ。部屋に戻ると、仲間の姿はなくふと見ると窓ガラスが割れていた。割れた窓に気をつけ、窓を開けて下を覗くと下の鉄の手すりに体が串刺しになっている死んだ仲間の姿を発見。1913年に発行された、チャールズ・ハーパー作、幽霊屋敷、という本では違った記録も。幽霊屋敷の噂を聞き、噂を信じない男が一番この屋根裏で寝るよと宣言。くだらないと思いつつも男は、何かいたらベルを鳴らして伝えるといい部屋に泊まることに。すると、真夜中過ぎに激しくベルが鳴り響いて見に行くと、男性は死亡していたよ。2001年に怪奇現象の話が出たが、その後それほど大きな話はなくなったとのこと。掃除した人が誰かに見られている気がするや、ここにある店舗のスタッフが謎の霧を見たといった小さい噂はあるようですが。世界の謎、ピサの斜塔の解明。多分、有名で知ってる人が多いピサの斜塔。場所はイタリアのピサ市、ピサ大聖堂の鐘楼で世界遺産。高さは地上 55.86 メートル、階段296段、重量 14,453 トン。一時は傾斜の増大で倒壊が危惧されていたが、処置されしばらくは問題ないらしいよ。最大 5.5 度傾いたが、1990年から2001年の間に行われた工事により現在は 3.97 度に修正されているよ。
鐘を鳴らすと、建物の傾きに影響するので実際には鳴らさず、スピーカーから効果音として鳴らしているよ。傾きの原因は、地盤の土質が極めて不均質にあると言います。柔らかい場所や硬い場所が均等ではないってことだね。建築は、3回の日程に分けて行われました。1173から1178年、1272から1278年、1360から1372年で工期が長い。第1回の工事にはすでに傾いていたよ。本当はさらに高い塔になる予定だったが、傾いたので今の段階で完成形にした。さて、ピサの斜塔の謎に迫っていくよ。ピサの斜塔は、なんと最低でも4度の大地震に耐えて、600年以上倒れずにいるよ。土壌と建物の相性がいいことが最大のポイントだったよ。この最大の謎を解明するために、ローマ大学をはじめ、地震や建築学のエキスパートが集められました。結果、地盤と構造物の動的相互作用が原因で崩れないということが分かったよ。小難しい話はやめて、簡単に言うと、高い上部の塔と柔らかい土壌が地震の揺れを緩和していたということだよ。地震で倒れる原因は、地震と一緒に建物が揺れて強震エネルギーが増大して起きるよ。ピサの斜塔は、不安定な土の上に立っているので揺れを柔らかい土で緩和されて硬い一定の建造物がそれをさらに相殺している感じだよ。皮肉にもピサの斜塔が、傾いている原因でもある土壌塔がピサの斜塔を倒壊から守っていたよ。4メートル級の巨大豚、イノシシ。これは最近でも捕獲されたり射殺されたこともある生き物。大きいものは全長4メートルで体重は500キロになることがあるよ。名前はホグジラ。豚とゴジラの2つの英語名をミックスして命名されたよ。メガホッグとも呼ばれたりするよ。今回は未確認生物ではなくて、DNA も鑑定されていてウィキペディアにも載っている正式の生物。正式の生物って思うかもだけど、驚きの内容なので見ていってほしいよ。2004年にアメリカジョージア州で射殺されたホグジラは、農園で発見されたよ。狩猟ガイドのクリス・グリフィン氏が農園で漁をした帰りに巨大な生物に襲われ、猟銃にて仕留めたぜ。体長は 3.7 メートル、体重500キロ、牙の長さ23センチ。普通のこちらも実在するイノシシと比べるよ。体重230キロ、体長2メートル。最初に少し説明したけど、これは DNA 鑑定もされていて実在するよ。鑑定の結果、ハンプシャー種の豚とイノシシの混血種ということまでわかっているぜ。豚は飼育されていたのが逃げて、野生化したものだと考えられているよ。体の大きさについては実は謎のまま、野生化して昔のサイズに戻ったという説もありますが、混血種で大きくなるという事実もないそうだよ。他にも、どこかの養殖場の配合飼料を盗み食べたからと言われているけどどれも真実かどうかは不明。ただ、ジャングルとかではなくアメリカの農地で捕獲されたことから他にも捕獲されていない大型生物がいても全然不思議じゃないね。ちなみにホグジラだが、それからかなりの個体が発見されていて世界では推定100万頭はいると動物学者が推測しているよ。ちなみにこれは過去に剥製とされて残っている珍しい巨大普通の豚だよ。豚もでかいね。はい、それでは今回はいろいろな世界の不思議、モンスター、心霊、ミステリーなどを紹介したよ。フラット作るランキング、攻略、雑学、モンスター紹介、ゲームなどいろいろやっていますが今回はこの辺で失礼したいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございます。アディオス、アミーゴス、オオカミでした。またね。チャンネル登録、よろしくお願いします。励みになります。感謝します。はい、こんばんは、中の人です。今回はどれも興味深かったかな。16回目かな、モンスター、心霊、ミステリーの。イギリスの建物が怖いね。
確かイギリスだと思ったんだけど、ヨーロッパ全般なのかな。記憶はちょっと曖昧だけど、まあ今でも、まあ、文化が違うっていうのもあるけど、日本だと事故物件とか幽霊物件的なやつは、なんか報告義務みたいなのがあって、でもなんだっけ、1回住んだら、1回か2回だっけ、なんか人も与えたら、誰かが住んで出た後にもう一人次来た時はなんか報告しなくていいみたいな、あるよね。でまあ報告かつ噂があったりすると、なんか家賃がかなり下がるし、住む人あんまりいないみたいな傾向にあるけど、イギリスとかヨーロッパ全般なのかな、ちょっと曖昧だけど、向こうはね、上がったりする場合が多いんだよね。アメリカどうだったかな、アメリカちょっと覚えてないな。向こうはなんか幽霊いるのみたいな、見てみたいみたいな、実際に会いたいよみたいな感じで、そういう物件が全然日本より普通に、一部だろうけど普通に結構人気物件になって、家賃も逆にちょっと高額になったり、他のところより高くなったりすることが、まあある傾向にある。まあ文化の違いだよね。まあ最近長いんで、まあ後ろの Vlog 風もこんな感じで、はい、今日はご視聴ありがとうございます。登録お願いします。また次回。